高橋優太の動画。コーヒー好きの皆さん、どうもこんにちは。同じくコーヒー好きの高橋優太でございます。今回なんですけれども、カフェインの話をしてみたいと思っております。まあ、最近ですね、コカ・コーラの創建美茶とか見ますと、カフェインフリーってキャッチコピーが入ってたりとか、あるいは麦茶のパッケージを見るとやっぱりカフェインフリーって書いてあったり、あるいは、無印良品なんかでも普通のコーヒー豆だけではなくてカフェインレスコーヒーの豆を取り扱ったりとか、結構ですね、なんかカフェインが入ってないことが売りになってるような感じがしまして、カフェインっていうと、例えばコーヒーとか飲むと、ちょっと頭がこう冴えたような感じがすると、眠気が覚めるとか、そういう効果をなんとなくこう実感しておるわけですが、実際どうなんだと。そんなカフェインって悪いもんなのかっていう、フリーじゃなきゃダメなのかとかね、そういう話ですよ。で、ちゃんと一度知っておこうと思いまして、いろいろですね調べてまとめてみました。で、僕以外にもですね、そういうカフェインって何なんだって、そんな悪いもんなのかって思っている方が、いらっしゃるのではないかなと思いまして、今回はですね、ちょっとそのカフェインの話を共有させてもらえればと思っております。それでちょっとこうカフェインに対するこうモヤモヤっとした何かが払拭できればいいなと。で、今回ですね、例のごとくスライドを作りましたので、そのスライドに沿ってですね、動画を進行させてもらえればと思っております。はい、まずはカフェインとは何ぞやという話でございます。カフェインというのは天然由来の有機化合物の一種でございまして、コーヒー、お茶、カカオなどに含まれております。で、こういったコーヒー、お茶から抽出したカフェインをですね、添加した清涼飲料水もございます。代表的なのはコーラですね。あとはレッドブルーですとか、あとはモンスターエナジーとか、そういったエナジードリンクにも同様にカフェインが添加されております。で、それぞれどの程度カフェインが含まれているかという話でございますが、こちら厚生労働省のウェブページより表を引っ張ってきました。見ていただければお分かりになるかと思うんですけれども、コーヒーが 100ml 中 60mg に対して、紅茶は 30mg、 あるいは煎茶は 20mg と、比較的コーヒーはカフェインが多く含まれているということがこの表から分かります。で、カフェインにも味がありまして、コーヒーというのは苦味がある飲み物ですけれども、その苦味のうち 10% 程度がカフェインによる苦味というふうに言われております。ですので、カフェインレスコーヒーとかありますけれども、そういったカフェインレスコーヒーと普通のコーヒーを比べると、カフェインレスの方はやや苦味が弱いという傾向になるということが言えるかと思います。続いてカフェインを摂取するとどうなるかという話でございます。まず一つは中枢神経興奮作用ということで、要はカフェインの有名なあれですね、眠気が覚めたりとか、頭がシャキッとするとか、そういう作用があると。で、その反面、眠りに入りづらくなったりとか、夜寝たいけどちょっと眠りづらいとか、あるいは僕はこれ経験したことないんですけれども、過剰に摂取すると不安な気分になったりとか、そういった症状も起こることがあるそうです。はい、あとは骨格筋運動更新作用ということで、疲労感が抑えられる、ちょっと疲れてるなっていう時にカフェインを取ると疲れが抜けたような感覚が得られると。これは完全に疲労が抜けるということではなくて、疲労感が抑えられるということで、そこがちょっと微妙に混同しやすいところなんですけれども、完全に疲れが抜けるわけではないです。で、またこちらも僕は体験したことないんですけれども、過剰に摂取しすぎると体が震えたりとか、手足が震える、そういった症状が出ることもあるそうです。また、胃液分泌促進という作用もございます。胃液が分泌されるので、胃の消化が促進されるという効果が期待できます。
一方で、スキッパラの時だったりですとか胃炎の時なんかはこの作用が悪さをして胃が荒れてしまうということも起こり得るそうです。また利尿作用あるいは代謝促進また血圧上昇なんていう作用もあるということでした。ただご注意いただきたいのが今挙げた作用に関してはいずれも急性作用でございます。どういうことかというと時間が経ってカフェインが代謝されると症状は出なくなるということですね。利尿作用とか血圧上昇とかありましたけれども飲むとずっとその作用が続くというわけではなくて時間が経ったらその作用は消えるということです。また急性作用だけではなくて慢性作用もございます。どういった作用かというとついついカフェインを取りたくなってしまうという、軽度な依存性があるということです。これもなんとなく実感としてあるようなないようなって感じなんですけれども、依存性があってで、依存状態からカフェインを断つと2日から5日は軽い頭痛症状が出ることがあるそうです。こちらもですねずっと頭痛が出続けるというわけではなくて時間が経てば症状は消えるということでございました。で、カフェイン自体に害があるのかないのかという話ですけれども国際がん研究機関の調査によると発がん性はないことが分かっております。ただしカフェインを過剰摂取すると害になると個人差はあるみたいなんですがカフェインの摂りすぎはいけません。じゃあどのくらい摂ったらまずいのかという話なんですけれども一度にですね一時に 1g 以上のカフェインを摂取すると頭痛や不安、震えといった一時的な急性作用が出ることがあるそうです。で、このカフェイン 1g っていう量はコーヒーで換算すると約 1.7 リットルに当たります。なんで普通に飲んでればまずそんなには飲まないですよね。コーヒーを 1.7 リットル一気飲みすると危ないよとちょっと現実的ではないんですけれどもそういう話でございます。で、さらに一度に5グラムから10グラム以上のカフェインを摂取すると命に関わることがあると。これも個人差があるようなんですがこの5グラム、10グラムっていうのは先ほどのコーヒーの話で、換算しますとコーヒー約 8.5 リットルから17リットルの量に当たります。なんで、コーヒーでそこまでいくことはないと思うんですよね。危ないのはカフェインの錠剤を一気にこう飲んじゃうとかあるいは、日本には流通してないですけれども強烈な海外で流通しているエナジードリンクをガンガン飲むとかそういったのは危ないのでやめてくださいという話なのかなと思っています。はい、ではカフェインを避けるもしくは制限した方が良い場合があるかという話なんですけれどもこれはありますと。代表的なのは妊婦さんですね。カフェインを過剰摂取すると流産、死産のリスクが高まる可能性が報告されているそうです。妊娠をしますと産婦人科さんの方から食事指導が大体入りますけれどもその中でも説明がある話なのかなというふうに思います。あとはお子さんですね。乳幼児を除いて大人と同等のカフェイン代謝能力があるというふうに見られているそうです。ただ体が小さいのでその分体内のですねカフェイン濃度が高まりやすいということで比較的ですね過剰摂取になりやすいということで飲み過ぎには注意しましょうということです。また病気を患っている方は要注意です。胃炎の場合なんかは液を分泌する作用があるので良くないということになりますしこの風邪うつ病ですね、うつ病が重度な場合は抗うつ剤を飲んで治すということになるかと思うんですけれどもその抗うつ剤の効果を抑制する作用がカフェインにはあるそうです。またカフェインは肝臓で代謝するそうなんですけれども肝臓が弱っていると代謝能力が弱って過剰摂取になりやすいというケースがあるそうなので、これはですね、病気の時は基本的にお医者さんに相談すると
これはカフェインに限った話ではないと思うんですよね。どういう食生活を送ったらいいですかということで、お医者さんに相談して、それに従って、食生活を送るということをすれば、避けられることなのかなというふうに思います。ということで、いろいろ取り上げてきましたけれども、このカフェイン摂取の指針、目安はあるのかということで、こちらはですね、いくつかその目安が提示されております。例えば、健康な成人であれば、カナダ保健省の方から、カフェインはコーヒー 3,4 杯分ぐらい、1日にですね 3,4 杯分ぐらいに留めておいた方がいいでしょうということです。でまた妊婦さんに関してはこちら英国食品安全庁の方からコーヒー 1,2 杯分ぐらいのカフェインに留めておいた方がいいでしょうということで、こちらの目安が提示されております。ただカフェインの代謝っていうのは個人差があるようです。ですので、妊婦さんの場合はこれに従った方が良いというふうに思うんですけれども、健康な方であれば自分の体調に従ってですね、これを減らしたりあるいは増やしたりということで、あくまで自分の体調っていうのを気にしながらカフェインと付き合っていくのがいいのかなと個人的には思います。はい、いかがでしたでしょうか。個人的にはですね、やっぱりこういった食べ物飲み物に関してはリスクが気になってしまうところではあるんですけれども、きちんとですね、冷静に客観的に見ればこのカフェインっていうのは特に怖いものでもないし、毒になるものではないということが分かったかなというふうに思います。あとは寝る前になるべくコーヒー飲むのはですね避けるようにしてるんですけれども、やっぱり気をつけようっていうのと、あと僕はですねちょっとこう胃があんまり強くないので、コーヒーを飲む際は水を飲んでから飲むようにするとか、あとは食べ物を食べながら、あるいは食後にコーヒーを飲むようにしたりとか、そういった形で気をつけようかなというふうに思いました。皆さんはいかがでしたでしょうか。今回のこの動画でですね、カフェインに対するこうモヤモヤがちょっとでも晴れたら嬉しいですし、これをきっかけにですね、カフェインについてもうちょっと調べてみようとかいうことになれば非常に嬉しいかなというふうに思います。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。この動画が参考になった、あるいは他の動画を見てみたいとかございましたら、ぜひ高評価ボタンお願いいたします。また今後もですね、コーヒーに関する動画投稿していくつもりですので、チャンネル登録がもしお済みいただければ、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。高橋優太でございました。では。